この度国家公安委員長、内閣府特命担当大臣、消費者および食品安全の担当大臣でございますけど、および拉致問題担当大臣を拝命いたしました山岡健司でございます。総理からのご指示は非常に多岐に及んでおりますがですね、まず東日本の大震災の行方不明者の捜査に引き続き尽力するとともにですね、被災地や被災者の安全安心の確保、今後の災害対応能力の向上に努めるようにということでございます。2番目には国民の安全を確保するために治安の確保に全力で取り組むと、また機密情報の漏洩事案を踏まえて再発防止を講じると、また3番目にはですね、国民の健康を守るため関係大臣と密接に連携をしてですね、生産から消費までの食の安全安心を総合的に確保すると、特に国民の不安の強い放射性物質からの食の安全安心の確保に全力を尽くす。4番目には事業者中心の行政を転換し、消費者や地域の現場の視点を大胆に取り組んだ新たな消費者行政を強力に推進すると、また消費者委員会の独立的地位と監視機能の十分な発揮に留意しつつ、消費者庁における消費者行政の一元化の推進に努める。さらに5番目に、国の責任において拉致問題の解決に取り組み、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国に全力を尽くすようにと、6つ目には公正取引委員会に関する事務を担当するようにとのご指示でございました。まず国家公安委員長としてはですね、政府の治安対策の責任者である国家公安委員長という重責を負うことになりましたが、身の引き締める思いでこれに対処していきたいと思っております。またまず東日本の大震災への対応については、引き続き全国警察が一体となって行方不明者の捜索、ご遺体の検視、身元確認、被災地のパトロール等に取り組んでいかなければならないと考えております。またサイバー犯罪の増加等、治安に対する重大な脅威に対しても的確に対応していかなければならないと考えております。総理からのご指示を踏まえ、国民の安全を確保するために各種対策を強力に推進するよう指導してまいります。消費者および食品安全のに関する内閣府特命担当大臣といたしましては、消費者行政については消費者庁、消費者委員会は発足以来3年目を迎えて、消費者生活者が主役となる社会に取り組むべく多くの課題に直面をしております。このため消費者庁が消費者行政の司令塔として山積する課題、新たな課題に消費者の立場に立って対応をする必要があります。また消費者委員会が消費者行政全般にわたる監視機能を発揮できるように努めてまいります。食品安全については、国の食の安全は国民の命を守っていく上で重要な政策課題であり、国民の健康の保護を最優先に科学的知見に基づいて食品の安全性を確保するとともに全力を尽くしてまいりたいと思います。拉致問題担当大臣といたしましては、拉致問題は我が国に対する主権侵害かつ重大な人権侵害であり、国の責任において解決しなければならない問題であります。しかし目に見える具体的な成果、進展がない状態が続いており、大変申し訳なく思っております。拉致問題につきましては、一昨年10月に設置した拉致問題対策本部のもと、ご家族への等へのきめの細かい対応や情報の収集分析の強化、関係国との国際的連携の強化などについて関係省庁と力を合わせて取り組んできたと伺っております。一方、拉致被害者ご家族は高齢化しており、被害者の救出は時間との戦いであります。拉致問題対策本部を中心に、国の責任においてすべての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くしてまいります。公正取引委員会に関してはですね、独占禁止政策を中心とする競争政策については、審判制度廃止等を内容とする独占禁止法の改正法案を
国会に提出しているところであり、同法案の成立に全力を尽くすなど、公正かつ自由な競争を確保するための基盤整備を図るべく、全力で職務に当たらせていただく所存であります。以上、非常に多岐にわたっておりますがですね、いずれにいたしましても、野田の一員として全力を挙げて取り組んでいく所存でございます。大臣、ご指名ください。女性の方、どうぞ。日本の吉村の方が来ています。はい、食品安全に関してなんですけども、はい、放射性物質の関係ですね、はい、安全を確保するというのはまず大事だと思うんですが、うん、一方でその消費者に対してですね、風評被害ということで、だいぶその消費者が安心できないというような部分も多分あると思うんですけども、はい、そこへの説明責任というかですね、そういった部分も含めて、どうやってその放射性物質に関する食品のですね、放射性物質に関する問題に取り組んでいかれるのかというのが一点です、はい、でもう一点はですね、食の安全ということで、TPP にですね、参加するかどうかということで、もし参加した場合に、例えば輸入品が入ってきてですね、もしかしたら食の安全が脅かされるような恐れもあるかもしれませんが、そういった部分も含めてどういうふうにお考えますか、お聞かせください。はい、消費者庁といたしましてはですね、そういう放射性物質等々の本当に分析をですね、的確に行っていって、生活者を守り保護していくためにですね、まずは必要なデータ等々を地方にこのお届けをしておりますし、またそのための人材派遣等々もですね、合わせて今やっているところですし、さらに言えばですね、さらにハードで、その器具等々をこの供与してですね、この放射性物質に対する安全対策に万全を期していくように今努力をしております。そして風評被害の問題であるわけでございますが、私も栃木県でございますから、茨城県の福島県の隣であるわけでございますので、風評被害は直接受けている皆さんが多数おいででございます。結論的にはですね、これは私の申し上げる分野じゃないかもしれませんが、第一義的には東京電力が負うべきことでございますが、しかしですね、これはある意味では国家的責任ということも考えていかなきゃなりませんので、最終的にはですね、国でこれをカバーをしていくということであります。特に被害を受けられている皆さんについては、原則そうですがですね、実際はこの十分にですね、そのことをカバーできるかという心配をされている方はたくさんありますので、私はですね、そうは言ってもこうやってこの役所が中心にいろいろ算定していくわけですから、例えばほうれん草の畑などというものについてはですね、これはこの作ったものはそこを写真で撮っておいてくださいと、そして例えば後でブルドーザーで全部潰したりしてるわけですけど、それも撮っておいてくださいと、できるだけですね、まあそういう言い方は適当かどうか分かりませんが、証明できる物証をちゃんと残しておいてください。あらゆるものそうです、一例言ってるんですよ。そしてですね、去年どれだけこの売り上げていったのかと、そういう書類ですね、そして今年はこれしか収入が上がっておりませんと、まあ、そういうものをですね、これは農家の方ですから、事務的にですね、精通されていらっしゃらない方もいるんですがですね、ここは例の年金の支給等々と同じように善意で解釈はしていきますが、なるべくそういうものをきちっと残しておいていただきたいと、こういうお願いを申し上げてですね、原則論を言えばそういうものも含めてこの
全面的にですね、最終的には国で責任を負っていくと。また最後のご質問のですね、私は民主党の例の牛の問題のですね、BSE 対策本部長をずっとやっておりまして、今でも解任されたとは聞いていないんですが、そういう点では2度アメリカに行ってその調査をしてですね、そういう点では牛肉の安全性を確保するためにということで最前線で取り組んできておりましたしですね、また例の餃子の問題等々も起こったわけですが、あの時もですね、私は国対委員長という役割をしておりましたけれども、しかし国対委員長というのは単なる今の国対委員長というのは折衝だけじゃなくてですね、中身も政策的にもよく分かっていないとこの対策が立てられないんですが、まあ、そういうところから消費者委員会というのをですね、常設で設けるべきだと、こういうことを強く主張して今の特別委員会ですが常設にしましたし、またそこにおいてこのいろいろな食の安全について検討して、今度の放射能についてもですね、これはもう今そこでいろいろと調査をして万全を期しているところでございます。TPP についてはですね、これは非常に議論のあるところで、農業問題に限らずですね、これはもう医療からあるいはこの郵政からですね、金融からあらゆる分野に及んでいるわけでございます。果たしてそのことがですね、十分に論議をされているのかというとですね、まだまだ論議が不十分であるというようなこの認識に立っております。そういう点ではですね、この花から否定するということを申し上げているのではありませんがですね、これは非常に極めて大きな問題で、ある意味ではですね、日本の国の形を変えかねないような問題でございますから、そこはですね、今後も十分納得のいく議論をまずしてですね、そしてそれに対するメリットデメリットをよくこのお互いに認識をして、もし推進をしていくならそのデメリットについて十分カバーできる体制を構築をしていくと、一部だけが良くてもっと大きな部分が悪くなるということをやるわけにはいきませんからですね、良いところは取り入れることはあったとしても問題点については本当に十分な検証と対策を立てて行うべきものと、それにはですね、まだまだ時間を要すると、拙速が一番いけないと思っております。それでいいですか。はい、次に最後の質問とさせていただきます。簡潔にお願いします。はい、産経新聞の内藤です。拉致被害者家族の中にはですね、はい、朝鮮学校無償化適用の審査再開指示について、うん、複雑な思いを抱いている方もいらっしゃいます。その指示を支持されるかどうか、あとその何を、その指示をですね、菅総理がそういうそのような指示をされたことをですね、うん、大臣は支持されるかどうかということと、うん、はい、あと霊柩戦犯を戦争犯罪人ではないとおっしゃった野田総理の見解についてどう思われるかということと、うん、あと最後に小沢元代表の処分について見直すべきかどうかお考えをお聞かせください。はい、菅総理がですね、政府として、ご決定になったことについては、私は詳細までを承知しているわけじゃありませんが、それなりの理由があってと、まあ、具体的にいけばですね、その11月以前の状態に戻ったと、こういうご判断をこの当局がされたと、こういうふうには聞いております。しかしですね、拉致被害のご家族の皆様の心情をおもんぱかるとですね、それは本当に耐え難いお気持ちでいらっしゃるんじゃないかと思います。まあ、私どもはですね、そういうこの極めて不幸なこの状態についてですね、
本当に真剣かつ深刻に思いで、十分これを斟酌すべきことではないかなと、こういうふうに思っております。また、例の小沢先生の何？小沢先生の何？処分について見直すべきかどうか。これもですね、全執行部が決めたことでございますから、いろいろな意見があったことは事実であってですね、この圧倒的にその方向が支持されたわけではないわけですが、最終的にはそういう決定がなされたという現実がある以上ですね、それは全執行部の結果については我々もそこからスタートをしていかなければいくべきものだと思っております。しかし全執行部とですね、全く同じことをやるんであったら新しい執行部を作った意味がないわけでございまして、これは資格停止の問題のみならず、あらゆることにおいてですね、新しい執行部、また新しい内閣、これは党の話ですから、内閣の話はありませんがですね、そこでいろいろなこのことを検討して、議論をしてですね、また今までこの認識されていなかった事態等々も、これ、あるかもしれませんので、そういう点でですね、新たな方向性やこの結論を模索していくべきものだと思っております。あと宇宙戦艦に関するのが、これは皆さんおっしゃっていると思いますが、ご案内のとおり総理以前の野田先生の一議員としての質問書であったわけでございまして、私どもは政府の見解にこれをに従って行くつもりでおります。それでは以上をもちまして山岡大臣の会見を終わらせていただきます、はい、ありがとうございました、はい。